こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました、みんな大好き美味しい崎陽軒さんのシュウマイを爆食いしてみようのコーナーでございます。今日は横浜にあります崎陽軒本店アリババさんにお邪魔しておりまして、こちらがなんとランチバイキングで崎陽軒さんの中華メニュー食べ放題なんですね。なので今日はその中でもシュウマイだけを50個食べてみたいと思います。一緒にチャレンジしてくれるのはこの方です。ででーん、おはようございます。アホワイルド坂本です。まずサラダから。サラダでちゃんとヘルシーに、これバイキングのパンのレベル超えてますよね。特製カレー絶対うまいやつ。これうちの奥さんが一番好きなの。ピザだ。中華じゃないじゃん。もう小エビとタラと野菜が美味しいでしょ。絶対うまいじゃないですか。カニのクリーミーコロッケ、タルタルソース、あーうまそう。チリソース美味しそう。本日のパスタはナス。女子好きなやつ、はい、これ美味しいやつだ。よくパーティーとかでねありますよね。うわー美味しそう。デザート、あれさっきのとこだけじゃない。デザート塩焼きそば。ここでシェフが焼いてくる。あ、焼きたてだもん。お弁当に入っている昔ながらのシューマイ。はい、こちらです。あーわー美味しそう。これでも10個で、そうですね。これ5セットですか。これ5セット。簡単じゃないですか。簡単。じゃあ、もう1個これじゃ作りましょう。じゃあ50個チャレンジいきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。いきますよ。ジョンジョンして。うわ、うまい。あのシューマイ。あのシューマイがしかも出来たてなんでしょ。うん。やったぜ。いや、これは食べ物だって売れると思いますね。おいしい、ね、夢のメニューだよね。だからどんどんです。あのシューマイ弁当のシューマイをどんだけ食ってもいいですよって言われてるんだもん。そうです。いや、坂本ちゃん早いね。ペース、ペース合わないね。いや、食べやすいんだよな、大きさが。ほんとにね、ほんとにね、はい、マジで。わー、うまい。待って待って、もう、はい、10個、最初の10個。え、もう行きますよ。じゃあもう代わりしてきていい。もう、はい、いいです。10個代わりね。あれ、おかわり。いやー、うまそうだな。ちょっと待って、いやいや、坂本さん、はい、いや、シューマイ企画だよ、今日。あれカレー取ってんじゃん。シューマイ取ろうよ。何やってんの。いや、しかも結構ご飯、多分量多いよ、これ。シューマイはどうしたのよ。シューマイはね、うん、今、めっちゃ商談の列ですよ。ちょっと待って、じゃあ、俺ら完食してもタイムラグがあるんだ、ちょっと。そうですよ。次の一皿まで行くのに。はい、触れてきますよ。テンパるね、これはね。そうですね。あ、そうなんだ。うん、あ、このカレー好き。俺もう、オッケー。うん、うん、おかわりするわ。列並んだんすか。列並んだ。シューマイじゃない。列並べなかったカレーさ、はい、あのシューマイちょっとつけて食べたらうまいんじゃないかなと思って。あと、まあ、このケーキはごめんなさい、1回ね。これは何ですか。ケーキは余計加速度上げるための装置だと思ってください。いや、加速したところだって食べるものないですうまっ。うまい。生地しっとり。中の生クリームもしっかりいい感じに。濃厚なコクです。ちょっと俺ロールケーキ取ってきます。いや、シューマイ取ってきて。マジで一回シューマイ並ぼう。いや、僕も取りました。取れましたね。私もちょっと、もう10個。はい、坂本さんは取りました。いや、おかしいじゃん。え、やってんじゃん、また。いや、だってやってんじゃん。しっとりふわふわで美味しいって言うから。改めて美味しい。やっぱちょっと時間が経って、うん、懐かしさ増しましたね。じゃあ一旦カレーがどうなるのか見てみましょうか。よいしょ。半端じゃない、半端じゃない、半端じゃない。ハンバーグカレーの美味しい版みたいな感じだね。これ作ってみて。あ、本当だ。ハンバーグみたいな感じで。そうなんです。美味しい。俺も箸休めちゃうんです。早っ。うわ、うまっ。普通さ、ちょっとパサパサするじゃん、うん、食べ放題のケーキって。そうですね。それがないんだよね。全くない。でもびっくりです。これ50個食いたい。いいっすよ。ん、もうあとはだって、あと岡島さんそれ食べたら2人で5個ずつ行ってもう50ですから、うん、うん、はい。遅いな、全然帰ってこない。いやー、並んだ並んだ並んだ。いや、並んだ並んだじゃないよ。どうなってんだこれ。上手に取れたでしょ。焼きそば取ってんじゃん。美味しいやつ取りました。で、春巻きね、あの、はい、橋本さんも奥さんも好きなんです。美味しそう。で、五目ご飯、はい、で、カニクリームコロッケ、はい、で、ガーリックトースト入れました、ここに。いらないって、いらないって。いらない。うまそうだけど。うまそうでしょ。レミチリ僕も好きで。もう美味しそうなワンセットじゃんこれ。そうですよ、ワンプレート。いや、まだ食べ終わってないからシューマイ。あ、そうでしたっけ。持ってきましたよ。いや、もう早く。はい、最後の10個食べよう。10個だ、はい、なんで俺こっちになってるの。あれ、もしかして酢で食べてもいいんじゃない。食べてみてくださいよ。はい、酢のバターだけで。はい、味、雰囲気違う。いつも、はい、ズボンのやつがスカート履いて学校来たの。そんな変わる。変わります。あ、そう。あ、じゃあ俺もちょっと行ってみようか。はい、おいしい。いつも生徒の人が、はい、
日焼けサロンに行って焼いてきたみたいな。そうそうそう、美味しい。俺の例えかぶせて。うん、はい、うん、あっさり50個完食です。完食。大好きなエビから。うわ、エビだけいく。うわ、プリプリだ。春巻き。春巻きはもう絶対そりゃそう、そりゃそうだよ。うん、もう音がうまかった。うん、まず豚肉のソテーは一応取って。いや、それは美味しそうなの分かりますよ。でトマト、トマト、はい、でケーキね、あとメロン、2回目、はい、でフルーツポンチっていうんですか。はい、ほら、かわいい。どう思った今の。また取ってきたんですか。はい、ほら、また切れ取れたでしょ。あ、結構重めなの。うーん、何回かわりすんだよ、もう。いや、もうせっかくだぞ。で、これアンコールのことですよね。アンコールですよ、はい、またシューマイ入ってんじゃん。いや、それはやっぱり最初食べて、いろいろ食べて、はい、確かに美味しかったけどね、シューマイね。ということで、はい、かなちゃん TV ではですね、崎陽軒のシュウマイの美味しさの秘密、相島さんと工場の方まで行って、サポートしますんで。工場行く、はい、今から。ぜひこの続きはかなちゃん TV で見てください。